together。何よ、ジロジロ見て。ああ、ごめん。なんていうか、こういうセブンもいいなって。こういう？ちょっと、何考えてるのよ。え、いった、急に蹴飛ばすなって。私に変なことする気じゃないわよね。変なこと？その、年頃の男女が同じ部屋にいるのは、なんていうか、いろいろ危険なんでしょ？あのな、別にやましいことは考えてないって。だって、私のこの格好がいいなって思ったんでしょ？そうじゃないって。いつも多忙な七色博士とは違う、リラックスしたセブンの姿がいいなって言ったんだよ。そういうこと。紛らわしいわよ。結局怒られるのか。けど年頃の男女が同じ部屋で二人きりなのは事実よね。まあ、じゃあ約束してちょうだい。小指を出して。小指を？指切りよ。セブンちゃんに変なことをしないこと。誓う？誓います。うん、これでよし。セブンは大人びてると思ったけど、やっぱりまだ子供なんだな。はぁ、約束よ。変なことしちゃダメ。セブン？なんだ、指切りしたまま寝ちゃったのか。約束よ。おやすみ、セブン。